今月17日の千葉県知事選で再選を果たした森田健作知事が初登庁し、2期目の抱負を語りました。森田知事は午前9時ごろ、およそ700人の県庁職員に拍手で迎えられ、笑顔で花束を受け取りました。その後、県庁幹部の会議で再選について報告した後、会見で抱負を語りました。123万票を超える票というのは、まさしく重い民意だと、身を引き締めて県民のために一生懸命やらなきゃならないと。森田知事は2期目の課題として800円に値下げした東京湾アクアラインの通行料の高級化を挙げるとともに、企業誘致による雇用拡大や成田空港の活性化などに尽力したいとしています。